はいよーはい、ということで画面の前の皆さん、こんにちは、こてつなです。大変長らく皆様ね、お待たせいたしました。シーズン2のミドルアップデート、こちら間もなく登場するみたいです。どうやらですね、プレイステーションのデータベースの方にですね、すでにコールオブデューティーヴァンガードのアップデートファイルの方が追加されたみたいです。ですのでね、まあ皆さん待ちに待ちわびた、本当に心の底から楽しみにしていたシーズン2のミドルアップデート、改めてどれぐらい充実した内容になっているのか、振り返っておさらいしていこうかなというふうに思います。まずは新武器ですね。シーズン2では3つ追加されると言われていた新武器に関して、 KGM40、そしてウィットリー、これに関してはまあすでに追加されているということで、なんとアイスアックスです。皆さん、アイスアックス、皆さん待望のアイスアックスがついに間もなく登場という形になります。さあ、続いては新マップ、新モードに関してですね、まあ残念ながら新マップはね、告知されていた段階ではゴンドラとカサブランカのみだったので、まあおそらく追加はないのかなというふうに思いますけれども、なんと新モードですね、こちら、まあすでにランクプレイの方は追加されているんですけれども、右の方ですね、アームズレースということで、なんと乗り物に乗ってね、ブン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 車さんごっこができる、そんな素晴らしいモードが追加されるみたいです。そして最後にニューバンドルということで、まあこちら両サイドの、バンドルに関してはすでに登場していると思うんですけれども、何よりも大目玉真ん中に存在しますね。まあ新しいリアクティブ迷彩、まあすでに武器庫の方には追加されているんですけれども、まあエヴァみたいなカラーリングをした新しいリアクティブ迷彩が、まあついに登場という形になりそうです。いやー、めちゃめちゃ楽しみですね。さあ、ということでボリューム満点のシーズン2ミドルアップデート、まだまだたくさんね紹介したいことあるんですけれども、以上です。はい、以上になっております。はい、ということで、まあちょっともう一回挨拶しましょうか。改めまして皆さん、こんにちは、こてつなです。まあどうやらプレイステーションの方のデータベースの方にですね、まあシーズン2ミドルアップデートのデータが追加されたということで、まあそろそろミドルアップデートが来るみたいです。そしてまあ内容に関してはね、今紹介した通り、非常に充実のラインナップとなっております。最高！まあ近接武器の追加を筆頭にですね、素晴らしい新マップの追加はなく、素晴らしい新モードの追加もなく、まあ唯一希望が持てるのはエヴァシリーズというか、なんかエヴァっぽい迷彩というか、エヴァっぽいデザインのリアクティブ迷彩、リアクティブ設計図が追加されるのが楽しみかなっていうところと、あとまあ唯一の新武器ですね、 SMG イタリア製のアルマゲラ OG43 が追加されるということで、まあこちらに関してはシンプルに楽しみかなというふうに思います。まあただね、このミドルアップデートで残りあと40日近くですか、謎の延期が入って、1週間2週間近く伸びてしまったこのシーズン2を乗り切らなければいけないと、無理です。ちょっと厳しいかな。せめて新しいマップリメイクでもいいからね、一つや二つ来てくれるとありがたいんですけれども、まあちょっといかんせんね、本当に厳しいシーズン2になりそうですね。どうやらその延期してしまって、まああと残り40数日あるっていうところも表記バグじゃないみたいなんで、まあ実質我々はこの新武器一つであと40日1ヶ月以上耐え抜かなければならないという形になりました。おめでとうございます皆さん。僕と一緒に、あと40日以上ですか、このシーズン2地獄の底まで僕と一緒に楽しみましょう。いやー、本当にどうしたもんかね。いや、ちょっとまあね、うん、いや、ミドルアップデートがね、もちろんそんなにね、めちゃめちゃ容量たくさん、充実したアップデートをするのって難しいのは分かってるんですけれども、なんでシーズン2延長したの？もうそんなに開発は間に合ってないんか。シーズン3を実装するためにあと40日も必要なんか。まあ、とはいえ、とやかく言っても仕方のないこと、もう決定事項だと、おそらくはね、思うので、まあ、サプライズがあることをね、心のどこかで楽しみにしつつ、まあ、とにかく今はこの新武器を座して待つしかないという感じでございます。いや、なんかもう本当にさ、そのさ、日本だけじゃなくって世界の期待値がさ、次回作のさ、ウォーゾーン2やら MW2 やらに行き過ぎてさ、マジでこれ、スレハンすねてねえか。これスレハンすねてる説あるよな。ちょっと俺本社に行って、スレハンにちょっと愛の言葉耳元で支えてこようかな。ちょっと近々スレハンの本社に突撃してこようと思いますわ。皆さんもなんか伝えてほしいことあったらね、あのスレハンに伝えてほしいことあったらぜひコメント欄の方に書いておいてください。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。まあ、何にせよね、とりあえずは新武器が間もなく登場するみたいなので、まずはそれを楽しみに。そして、まあ、おそらくないとは思いますけども、サプライズで、リメイクでもいいんで、新マップ一つぐらいね、来てくれたらいいなぁ、なんて、ちょっと贅沢言ってみたり。まあ、ちょっとそれは贅沢すぎるか。はぁ、ということで、また次回の動画でお会いいたしましょう。コレスナでした。お疲れ様です。オスポン。えへへへへ
失望はしていない。次はうまくやれるだろう。